最高の結果を出すことに全てをかけた。七蔵誠はそのことだけに集中していた。クローバーセブン代表として背中を見せるため。クローバーセブン七蔵誠おめでとうございます。どっちかって言ったらホッとした。もっとレベル高いナンバーワンっていうのを目指したいなと。まあ終わりじゃないんで、まあ、もちろん自分がナンバーワン取り続けることも大事なんですけど、ヒカルとかユージとか、まあ、司とか、まあ、その3人を筆頭に、まあ、セブンで、まあ、ナンバーワン争いできたらまた一番いいかなと思います。結果を残すには準備を怠らず常に邁進すること。休みの日サッカーしたりとか、まあ、一緒に遊んだりとかして、まあ、新人の時お金ないんで現在というか、東京帰ってきて、まあ、従業員と初めて、一番最初に、まあ、おめでとうございますっていう声かけてもらったりとか、まあ、もちろんお客様にもおめでとう、よかったね、やっと取れたねっていう言葉かけてもらってすごい嬉しかったですし、まあ、これからもどんどんその喜びっていうのをもっともっと味わいたいと思ってるんで。人生は面白い。きっかけ一つで全てが変わる。総勢200名以上の在籍ホストの中のナンバーワンは、100位から31位の発表。
時々号ファースト新兵友和第17位クローバーセブン金森優羅第16位ドキドキ号ファースト一条司第15位ラブホリックタカ第14位クローバーレイブ春夏秋冬第13位ドキドキ号立花幸喜第12位クローバー大阪ミカドクー第11位クローバーセブン七堂誠第10位から4位の発表第10位シックスランクダウン熱き司令塔クローバー東京エリア天沢誠二第9位ワンランクダウンセブンの未知なる可能性クローバーセブン流川裕二第8位サーティーランクアップ上田銀狼クローバー東京白金愛妃第7位セブンランクアップクールな完璧主義者クローバー東京ことぶきかなる第6位18ランクアップ驚異の構成のホストクローバーレイブさざ波荒野第5位10ランクアップ高潔のマーベリックドキドキ号プログレス力石勇気第4位セブンランクアップシンデレラボーイラブホリックヒカル4月のトップ3はこの男たち南のエスペランサドキドキ号矢吹優太自分自身の目標っていうのをクリアできたんで、まあ、1位余裕で取りに行きます。4月とはバースデーイベントの大成功でナンバーワン奪還へ自信がみなぎる未完の大器ユニバーサルクリュートーマ、まあ、自分の個人の目標お店の目標というのを達成することができたのでやれることができました。こちらもバースデーイベントを成功させ初のナンバーワンへ万全の体制プログレスが誇る風雲児ドキドキ号プログレス万歳高弘他の2人はまあバースデーやったと思うんですけど、まあ、僕はまあイベントと関係なく今までの最高の結果出たんで、まあ自信はめっちゃあります。今年着実に力をつけトップ3にナンバーワンへ名乗りを上げる4月度のナンバーワンは第3位9ランクアップ未完の大器ユニバーサルクリュートーマ第2位8ランクアッププログレスが誇る風雲児ドキドキ号プログレス万歳高弘第1位2ランクアップ南のエスペランサドキドキ号矢吹優太